2018年3月17日19時13分 2H、ティーショットを放つ単独首位の鈴木愛イコール大阪府、茨城国際 GC、撮影、中島信夫、拡大、Tポイント。レディース第1日、17日、大阪府茨城国際 GC イコール6261ヤード、パー71、前日の競技が天候不良のため中止となり大会は36ホールに短縮。昨季賞金女王で今季初勝利を狙う鈴木愛が7バーディー、1ボギーで6アンダーの65を出し、単独首位に立った。1打差の2位はツアー通算2勝の酒井美紀、さらに1打差の3位に19歳でプロ1年目の三浦桃香と申ジエ、韓国、が並んだ。渡辺彩香は69で7位、川岸文香と横峯さくらは74で53位と出遅れた。70位までの79人が決勝ラウンドに進出。ひぼみ、韓国、勝みなみは予選落ちした。賞金総額7000万円、優勝1260万円、出場108選手イコール奄美、晴れ、気温9、3度、東北東の風1、3メートル、観衆5467人、申ジエ、首位に2打差、優勝争いに参加できることにワクワクする。昨年2勝だったので、今年はそれ以上勝ちたい、イボミ、76と崩れ、今季3試合で、2度目の予選落ち、ミスショットが出ると、すぐにボギーやダブルボギーになる。でも少しずつ良くなっている、頑張りたい、リーダーボードへツアー日程へ今、あなたにおすすめ。